はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。2月14日のシャラダナバレンタインデーに出ました超大手広告代理店の電通さんの連結決算はなんと109億円の赤字でした。一番の理由は中国とオーストラリアの落ち込みだということなのですが、景気の減速が言われている中国の冷え込みが大きかったんじゃないでしょうか。赤字が伝えられますと、進撃の映画評論家の町山智博さんなど、アベガーな鍵かっこつきリベラルの皆さんが、SNS を中心に、ひゃっほーいとばかりに大喜びをし、五輪汚職ガーッとあげつらっておりました。ただ、電通さんの発表した決算説明資料を見ますと、五輪汚職で電通がざまーなんて言ってますが、電通さん、日本国内ではちょっとだけですよ。でも売り上げがアップしていたんです。その電通さんのご自慢のところを決算説明資料より紹介します。2023年度の売上総利益は3年連続で過去最高を更新。あら、過去最高更新しております。CT&T の拡大が企業。特にビジネストランスフォーメーションやデジタルトランスフォーメーションはいずれも通期で2桁の成長を達成。オーガニック成長率はプラス成長を維持し、第4四半期にはインターネット広告が回復傾向。2024年度も堅調な推移を見込む。電通この野郎なんてね、思う方からするとイラッとするかもしれませんが、インターネットの側から見ていた電通さんからすると、ああやっぱりですねって感じなんです。電通さんって驚くほどしたたかなんです。対して同じく大手広告代理店の博報堂さん、2月8日に第3四半期の決算を出しました。するとこちらからはテレビざまーというか、まあ、テレビの苦境がにじみ出ておりました。いや、テレビだけではなくオールドメディア全体の苦境がくっきりはっきりバッチリ浮かび上がってきたんです。博報堂さんは第3四半期ながら最終赤字が53億円で、赤字の額だけを見ますと電通さんの半分ですが、博報堂さんは電通さんの半分の売り上げなんで、大体同じぐらいっていった感じでしょうか。問題はその内訳なんです。決算説明資料を一つ取ってみても、電通さんは世界ワールドワイドを基準に説明しているのに対して、博報堂さんは媒体ごとの説明が特徴的でした。何かと言いますと、決算説明資料の19、20ページを見ますと、新聞、雑誌、ラジオ、テレビと未だに4マス媒体ごとの売上が紹介されているんです。一方の電通さんの説明資料はざっくりとした全体の表示なんです。せっかく博報堂さんが媒体ごとに紹介してくれていますので、こちら見ていきますと、新聞、雑誌は落ち込み、ラジオに至っては 12.7% のマイナスです。こんなところから TBS ラジオの苦境が見て取れるということです。そしてテレビを見ますと 0.1%、 わずか 0.1% ですけど、売上が伸びているんです。しかしこれも驚くことではありません。出揃った民放キー局の各種決算でも微増からの大幅減益というのが確認されているからです。スーパーマーケットのお惣菜コーナーで閉店を告げる蛍の光が流れてきた時に、店員さんが慌ててペタペタと貼るあの半額シール、まるでそんな半額シールが貼られてるかのように、テレビ局が閉店セールさながらの特売をして CM 枠を売り払っている。そうした台所事情を博報堂さんのテレビ CM 売上 0.1% の微増に加えての53億円の赤字が裏打ちしちゃったということです。博報堂さんの資料によりますと、4マス媒体と比較してインターネットメディアという項目があって、こちらは確かに伸びております。そして全体に占める売上の割合もテレビとほぼほぼ肩を並べています。ただ私が電通さんとの比較で注目したのが、マーケティングプロモーションというところが 9.9% もマイナス減っちゃっているんです。これそれぞれの詳細は分かりません。ただこれまでの電通さんを見ていると、電通さんはプロモーションだとかマーケティングの部分をデジタルの方に、ネット広告の方に対して込みにしていると見ることができるんです。これが私が電通さんをしたたかと評価する理由です。
日本の広告におけるインターネット広告というもの、これの総額などの集計というのは電通さんが編み出したもの、作り出したもの、こうしたものが多く採用されているんです。その一つにあるのが運用型広告です。検索連動型広告に設定するキーワードから広告から引っ張ってくる最初に到着するページ、これランディングページって言うんですが、こちらのデザインだとか設計、そして効果測定まで含まれるもので、私の記憶が正しければこれ確か電通さんが使い始めていたんじゃないかと思います。以前から運用型広告というキーワードは見かけたような気もするんですが、電通さんが定期便のように発行する各種レポートの中で運用型広告、運用型広告と出てきまして、これによって定着したんだと私は見ています。この運用型広告を拡大解釈するとマーケティングでありプロモーションも含まれちゃうんです。というよりも今時リアルとネットを切り離す方がナンセンス、ナンセンスなんです。そして電通さんはかなり早い段階からデジタルシフトというよりもデジタルも込みセットですというようなプロモーションを仕掛けていたというのが私の理解です。まるでテレビ広告の終わりを予測していたというよりも、広告代理店というビジネスモデルの終わりすら見通していたんじゃないかと考えられるんです。なぜなら今後も広告代理店という商売がゼロになることはありませんが、事業規模は小さくなる見込みではなく小さくなるしかないんです。まずテレビの没落の快進撃が止まることはありません。もうこれからはいつまでテレビに電波を使わせているんですかという話になっていきます。またすでにテレビ局各社はテレビ局で自分たちでテレビ CM のお客さん集めをしております。フジテレビにしてもテレビ朝日にしても自分たちのところの企業サイトの方でスポンサー募集を始めているんです。そうなると広告代理店はいらないということになってしまいます。シロがこう言ってます。見捨てられとる。そもそも電通さんはテレシーを通じてテレビ CM 広告のノウハウを販売しているんです。ノウハウとは金の卵を産む鶏なんです。その鶏をまあどんな形か分かりませんけど売り始めているんです。テレビ CM によってお客さんを儲けさせる方法があるんであれば、まず自分ところの広告を打ちますし、次に自分のところのお客さんを儲けさせます。しかしそのノウハウそのものを売ろうとしているというわけですから、やっぱりこれは閉店ガラガラの閉店セールだということです。だからテレビを見捨てたと見ることができるんです。ただし投げ売りではないんですこれ。だからしたたかなんです。テレシーによって新しいお客さんとの接点ができたんであれば、そこからインターネットに代表されます運用型広告の方に誘導することができるんです。こうした方法を俗に仏壇屋商法と呼びます。チラシをまいて夢グループもびっくりの社長安井という仏壇を店先に並べておきます。そこにのこのこのこ、あ、とことことことお客さんがやってきたならば、あ、こちらの仏壇も素晴らしいんですけど、もっと素晴らしいお仏壇が奥の方に、どうぞ奥の方に、奥の方にって、ズズズイって一番奥まで行くと、結構結構なお値段のお仏壇。お店側からしますと利益率の高いお仏壇を売るセールステクニックです。電通さんはこれまで培ってきたと称するテレビ CM のノウハウをいわば店先の特売の仏壇というか試供品のようにして、テレシー経由で新しいお客さんとの接点を作っている、こう見ることができるんです。一方広告代理店というビジネスモデルの縮小が避けられないのは、これはデジタル化からの必然なんです。広告代理店の業務というのは解釈によっても幅広くなるんですが、広告を取り継ぐ他で代表的なもので言いますと広告の制作です。この制作部門デジタル化によってうまみが大変減っちゃったんです。かつてチラシ1枚撮ってみても商品の撮影に文字は写植、さらにその写真は網点処理が必要で、製版されたその製版フィルムの検版という仕事もありました。これがDTP が普及することによってパソコン1台でできるようになっちゃったんです。イメージカットなどの写真素材もかつては結構結構なお値段でのレンタルでしたが、フォト満タンなどのフリー素材の登場で市場価格は大暴落しました。
そして今では人物モデルも含めた無料の写真素材がネットで簡単に手に入るようになりました。イラストにしてもイラスト屋さんのこの無料で提供してくれるイラストをなんとテレビ局まで抜け抜けと使っているんです。かつてこうしたノウハウを一括して持っていたのが広告代理店だったんです。そこに手数料だとかコーディネートはコーディネートというそのまあ中間マージンがあってそこがうしっしだったんです。これがデジタル革命いや IT 革命やどころか今 AI 革命がやってきちゃいました。昨年の令和5年7月4日の日経クロステックはサイバー電通博報堂組織や事業構造が激変と見出しを打ちましてキャッチコピーをあのチャット GPT が作り始めたと伝えます。チャット GPT を使ったキャッチコピーにおいての最先端を走るのがまさに馬娘でおなじみのサイバーエージェント。このように伝えるんですがさすが日経よく読むあれになるという日経系の媒体です。キャッチコピーに代表されます宣伝文句というのはチャット GPT のような AI が最も得意な分野なんです。日経クロステックの記事はチャット GPT によって仕事が変わる最先端ナウイそんな感じの記事なんですが大前提で宣伝文句キャッチコピーというのは知っている言葉すでにある言葉でなければ伝わらないんです。どこにも存在しない真新しい言葉ではなく消費者やお客さんが聞いてみている言葉平たく言うと分かる分かる分かるという言葉じゃなければ伝わらないんです。だからすでに存在する言葉の中から最もらしいあというかまあ適当な言葉を拾い出してそれをくっつけてこんなん出ましたとやります。チャット GPT に代表される生成系 AI が得意とするのがこの宣伝文句の分野なんです。さらに2月16日局所的に衝撃が走りました。チャット GPT のオープン AI 社が動画生成 AI ソーラーの提供を開始したんです。かつてならクレーンで今ならドローンで上から下に降りていくカメラワーク。そこには満開の桜をめでながら雪の街並みを手をつなぎ歩くカップルの姿。隅田川に架かる勝どき橋かなと思われるところにこの街並みは浅草っぽいっちゃっぽいんですけれどどこかで見たことがあるようでありながらどこでもないそんな風景かと思われるものが生成系 AI によって動画として提供されちゃっているんです。こんなものが無料ロハただで提供されているんであれば広告代理店のお仕事というのは限りなく少なくなってしまいます。白がこう言ってます。運用型。どれだけデジタルが進化してもそれを使うのは人、ヒューマンです。そしてデジタル技術のすべては人、人間のためにあるんです。その逆はありません。電通が布教しました運用型広告、これぶっちゃけからくりを説明しますと企業の広告担当者やあるいはウェブ担当者、こうした人との接点に軸足を置いていたと見ることができるんです。技術は誰にでも平等ですが誰もが使いこなせるわけじゃないんです。 Windows 95 が広まった時21世紀になったら誰でもブラインドタッチができるようになるなんてね言われましたが未だにブラインドタッチ苦手な方少なくありません。ブラインドタッチの前で立ち止まってる人に何かお困りのことでも、こう語りかける人や企業の商売は困っている人がいる限りなくなることはないんです。電通さんを褒めているつもりも擁護するつもりもましてやお金をもらっているということもこれっぽっちもありゃしません。ただネットの側から電通さんのデジタルシフトを見ているとしたたかだなとうっかり呆れちゃうんです。一方テレビがなければ YouTube を見ればいいのよ、紙の新聞紙がなければ Yahoo ニュースを見ればいいのよ、こんな時代にすでになっている時にそもそも論でマスゴミという存在価値が消えた消えたバイバイとなってしまいます。そして未だに4マス媒体を決算資料に載っける博報堂が赤字ですか。つまり4マス媒体の利益が消えた消えたやったとなっていることに時代の変化を確認する今日この頃でございます。
技術があって人があるんじゃありません。人があって技術があるんです。技術は人が使うものです。だからこそみんな違ってみんな良い、お互い様、おかげさまでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、リアちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ、そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんが心を見せます。またの機会にお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。